はい、こんにちは。和柄ミュージシャンです。べしゃり和柄。木曜日は和柄ミュージシャンへの質問コーナーです。皆様からいただいた質問に和柄がお答えしたいと思います。早速質問いただいてるんで。質問者の方は北海道のニセコ町というところに住んでらっしゃる主婦の方です。嬉しいですね。北海道から、質問いただいてありがとうございます。質問なんですけれども、サックスを選んだ理由は？です。もうこの質問もね、前回の音楽始めたきっかけはとね、同じくらい、よくされる質問でね、これもね、答えるのめんどくさいなって思うんですけれども、めんどくさいの、これも理由はあるんですね。中学と高校の吹奏楽部でサックスになったからです。で、そこってもう終わらせてくれればいいんですけれども、いや、それだけじゃないでしょ、もっとあるでしょみたいに聞かれるんでね。特にないっすね。なんだし、中学でサックス選んだのか、ちょっとよくわかん、覚えてないですね。やりたいなって思っただけです。もう、強くやりたいと思ったかどうかもう覚えてないですね。中学高校でサックスやって、他の楽器は私はやりたいなと思わなかったんですね。ピアノも習ってたけど、別に本格的にやりたいなって思わなかったし、小学校のマーチングバンドでトロンボーン3年かやったけど、中学行ってやりたいなと思わなかったんでね。またまた部活でやってたサックスという楽器が、私と相性が良かったんでしょうね。で、音楽やるならもうサックスしか演奏できないんでね。それでサックスを選んでます。この回答でよろしいでしょうか。じゃ、そんなところで一曲いきたいと思います。終わらせてほしいという曲でした。和柄ミュージシャンへの質問募集してます。この動画のコメント欄か、ツイッターやFacebook のコメント欄に質問書いていただければ、和柄がお答えすると思うので、ぜひ書き込んでください。では明日も見てください。ありがとうございました。